エクレアエクレアは、フランス発祥の洋菓子の一種。シュークリームのバリエーションの一つで、細長く焼いたシュー皮にカスタードクリームやホイップクリームを挟み、上からチョコレートやモカ、キャラメル、イチゴ、抹茶などの風味のフォンダンをかけたものである。カスタードクリームに、コーヒーやラム酒の風味をつけたり、果物風味のフィリングや栗のピューレを挟むこともある。また、フォンダンに、 絵画のプリントを施したり、カラフルな色彩に染めるなどの処理を加えた商品もある。一口サイズに作られたものは、プチフールに含まれる。フランスの洋菓子店では最も基本的な菓子とされ、日本のシュークリームやショートケーキの位置づけに近い。リュードパッシーのパティシエ長島正樹によると、自由度が高く、シェフの個性が試されるスイーツだとされている。 代表的なチョコレートのアイシングをかけた島は、普通語でエクレールをショコラと呼ばれる。エクレールとはフランス語で、稲妻の意味である。この名前の由来にはいくつか説があり、焼いた表面にできる割れ目が稲妻に似ているために、名付けられたという説、焼く、サイの音が落雷の音に似ているからという説、アイシングの本段が、ギラリと光るからという説、ストレートに落ちる。 稲妻のように棒状に成形されているからとする説、稲妻が落ちるのと同じくらい一瞬で食べられてしまうからという説など、多数ある。これらの内学術団体アカデミー、フランセーズの辞書は、稲妻が落ちるのと同じくらい一瞬で食べられてしまうからという説を採用している。エクレアを焼く、菓子職人エクレアの起源については、はっきりしていない。 一説によると19世紀初頭にフランスで生まれたとされており、その時点では、ペインアラ・デュシェスという名前が付けられていたオアプティ・デュシェス・アンティル1850。具体的には、エクレアの原型となるものは、アントナン・カレームが考案した、デュシャスと呼ばれる歌詞だとされている。エクレアは、カレームの死後、1850年頃に、フランスのリヨンで考案されたとも言われているが、 考案者の名前は残されていない。オックスフォード英語辞典では、英語の語彙に初めてエクレアが現れた年を1861年としている。現存するアメリカ合衆国発のエクレアのレシピは、1884年に、刊行された D.A. リンカーン夫人による、ボストン料理学校の料理書に含まれている。日本において、エクレアの知名度が高まったのは、児童作家、 大石誠著のチョコレート戦争がきっかけであるという説がある。一方、エクレアの別表記であるエクレールは、1927年に、西条80が同様、お菓子と娘の中で取り上げており、橋本国彦の曲によって広まっていたという事実も、ある。ロングジョンの一種、カナダ及び、米国の一部の地域では、ロングジョンとして知られているバージョンのドーナッツを、 エクレアとして販売しており、メープルシロップ風味のものは、メープルバーと呼ばれることがある。ルリジューズまた、フランス国内においても、ルリジューズと呼ばれる派生型があり、チョコレートをかけた、小さなシュークリームを二つに重ねたものである。ありがとうございます。